この辺りから天潮川を離れまして西に眠るサロベル国立公園付近を走行してまいります。本日は若干の曇り空ですが、もっと近くの東北らしい天気のいい日におすすめのスポットを一つご紹介いたします。この辺りの日本海側にはオロロンラインの対象で親しまれている国道の106号が通っており、こちらの問題にある温水風力発電所のご紹介をさせていただきたいと思います。温水風力発電所は温水という単語がアイヌ語で浜にある道を意味する通り、広大な原野と直線的な対角線、まっすぐと伸びる道路と海の向こうにそびえる西日富士という最高のロケーションの中に28基の風力発電用風車が3.1km にわたって一直線に並んだ風力発電所です。2003年から運転をしており、その美しい景観から多くの観光客に人気があり、特にツーリングやドライブの選手として親しまれております。なお、この温水風力発電所、設備の老朽化に伴い隣接した北側の敷地に新しい大型風車の建設が進められ、昨年の4月より新発電所へその役目を譲りました。そうなる当初は昨年4月より所内の温水風力発電所は順次解体撤去作業が行われる予定でしたが、2年間の稼働期間延長が発表されたため、次の3月までは当初の姿を引き続き見られることになりました。で、皆様進行方向左手木々の向こう側に微妙に風車見えますでしょうか。あれが温水風力発電所です。歩道に向かって左側に見えている小さな風車が一直線に並んだところが旧温水風力発電所、右側に見えます大きな風車が新温水風力発電所です。この温水風力発電所、観光客の方に限らず地元住民の方からも大変人気のある美しい風景ですので、ぜひあと1年の間に一目見てみてはいかがでしょうか。
さっぱり同じものもございます。サラサとチーズのも大変なお得なんですね。へこんだりますので、大体いただく質問がですね、ポーチとスパークル、違いは何ですかというふうなご質問をよくいただくんですけれども、こちら、頻繁に買い取りをして短く揃えられているのが、スパークル。長く成長してから一気に刈り取って、それを販売しているのが、ポーチという、単純な使い勝手の違いなんです。この地域では春になると高気圧に覆われて晴れる日が出るため、寒暖差を生かして大変良質な牧草を収穫することができます。またこの地域の牧草は大変広く、この地域で収穫した牧草は地域内にあるたくさんの牛たちに与えるだけでは消費しきれず、その品質良さゆえに農家以外の各地域へ出荷されているものも多いんです。この宗谷本店と並走する国道40号には、この木造ロールをたくさんの人だけが日々使っています。若干問題からそれますが、先ほど春はよく晴れるというお話をしましたので、ちょっと本店深掘りしてご紹介していきたいと思います。この地域、12月から2月にかけては雪が大変よく降りますが、2月後半から3月半ばになりますと、突然晴れる日が増え、そのまま雨の少ない季節が秋口まで続いていきます。またゴールデンウィークをしますと、本州や道東では梅雨前の酷暑に毎日見舞われますが、この時期はあまりそういったこともなく、6月の上旬には最高気温15から20度程度で、新緑の高温を頂きと、水筒を下を行い進まれたと、軽やかな乾いた風が吹き、大変爽快です。このさらなる宗谷号もこんな東北の素晴らしい雪に合わせて実現されていますが、今日はちょっと今一つですね、湿度がちょっと高すぎますね。この時期にしては、はい、この時の体勢はですね、一度覚えますと闇の日になるぐらい爽快なんですね。花粉症の皆様、いや、今日の花粉症なんかこれの時期ございません。快適そのものということなんですね。私自身もこの東北な東北の大変快適鉄道にハマりまして、この地域に引っ越してきました。個人的な東北の推しポイントのご紹介でした。ちなみに一番嫌いな季節はね、よくよく聞かれるんですけれども、秋ですね。秋の長雨が続く10月から11月にかけて、冬になるわけでもなく、なんかこうすごい肌寒い、だんだん日も短くなって寒い季節が私は一番大嫌いです。まあ、こういう方は割と皆さん大嫌いですね。春になると本格的な冬になってほしいな、そうかな、来年多いみたいです。そんな東北の天気に関するご紹介でした。この先も列車の進行方向を左右に広大な牧草地見えております。雄大な広い光のこの景色、ぜひお楽しみください。
幌延町広大な面積の中の宅地面積全体のわずか 0.6% しかございません。その残り大半が牧草地や原野となっています。この酪農が盛んな豊富町、乳牛をおよそ1万6000頭飼っておりまして、年間の出荷乳量7万2000頭と、町内でも実は上位にランクインしております。町内には1500ヘクタール分の広さを誇る豊富町大大規模装置一斉牧場という大変景色の良い牧場がございまして、町内外の酪農家から委託された1300頭の牛乳が広大な牧草地に夏放牧されています。1500ヘクタール、どれぐらいの大きさか皆さんピンときますでしょうか。世間一般的なよく使う牛を東京ドームに換算しますとおよそ340個分。ちょっと分かりにくいのでもうちょっと数字減らしましょう。東京ディズニーランド32個分です。皆さんピンときますでしょうか。ピンとこないですよね。この大規模な牧場、大変広大な敷地が山を越えても越えてもその先はいつまで経っても牧草地という大変美しい景色を見ることができますので、ぜひ皆さん一度足を運んでみてください。そんな豊富町の牛乳はですね、北海道のローカルコンビニとして絶大なる人気を誇るレインボーマートさんで販売している牛乳も使用されており、豊富牛乳の呼び名で親しまれております。ご乗車の方の中で北海道にお住まいの方、豊富牛乳必ず聞いたことあるんじゃないでしょうか。お店に聞いたことある方も多いんじゃないでしょうか。この豊富牛乳の人気度は絶大でして、近年では稚内空港から飛行機に乗って果ては沖縄まで空輸しています。そんな日本全国で飲まれている豊富牛乳、ここ豊富町の皆さんが今ご覧いただいている景色の中で育った牛たちが出した牛乳なんです。豊富牛乳ヨーグルトは、ミックスのボーカル、草野正宗さんが世界一美味しいと発言してくれたそうなんです。皆さんもこの世界一美味しいと噂の豊富牛乳を使った豊富牛乳ヨーグルト、ぜひお近くのプレイコーマート、また全国のお店でも一部販売されておりますので、見かけた際にぜひ購入して、この景色を思い出しながらお召し上がりください。この先も列車の進行方向左右、ずーっと目標に続いてまいります。Thank you.
などの長期滞在をして病状を治してまた元に戻って生活されている方というのも大変多くいらっしゃいます。こんな東京町もなっているんです。またこの油分を吸うことから非常に痛みがなくなる電気ホイールバスでイバナホイールなど美容の目的の方もいらっしゃる方法なんです。豊富温泉街には豊富町ふれあいセンターをはじめ素敵な温泉旅館も立地しております。豊富駅から全国で訪れることもできますので、いかがでしょうか。ちなみに当初の目的でありました石油に関しては現在もほぼ燃えておりませんが、燃えのことに飽きている天然ガスにつきましては不純物がほとんどなく、値段管理率 92% と大変良質な天然ガスです。自治体としてはガス自由化後初めてとなるガス小売事業に参入いたしました。
先ほど豊富町を抜けまして日本最北の地稚内へと入りました。皆様ようこそ日本最北の地稚内へお越しくださいました。列車が現在走っているここ稚内市は浜松が市の花となっています。稚内市は洞爺海峡を隔てて東はオホーツク海、西は日本海に面する日本のてっぺんに位置する町です。稚内市から徒歩で向かうことができる北防波堤ドームは北海道遺産にも認定されております。また洞爺岬、洞爺丘陵は日本離れした雄大な景色を楽しむことができます。稚内の豊かな自然が育んだ海産物や農畜産物はどれも稚内の魅力を十分に感じられるものばかりとなっておりますので、ぜひ稚内自慢の味もお楽しみください。これから先列車は稚内市内を走りまして終着の稚内駅へと向かってまいります。
川崎列車は幕張駅を通過してまいります。列車の進行方向左側に日本最北の無人駅幕張駅見えてまいります。
この先ですので、ぜひ事故方向左側ご注目ください。見えてる見えてる。あれ。ね、邪魔ないで。左側ではないという点、よく覚えておいてください。事故方向左側に見えておりますのが利尻山。その右側に異なる見える島、皆さんご覧いただけますでしょうか。こちらが礼文島になっております。こちらも国立公園に指定されております。利尻島は利尻東島などの島、固有の草花が見られ、礼文島にも300種類以上の高山植物があります。宗谷本線最大の絶景ポイントをお楽しみください。リシリフジってなんか見つこがある。看板がなんか斜めに倒れかけてるやん。なんか砂丘みたいな見えへん。あ、下だ。下がなんだ。あ、こうなってる。あ、この辺も切れちゃう。ほら、下が見えるから。あ、こっから電車撮ってる人見たことあるか。おー、ここいいやん。すげえ。それくらいかすますと大体利尻山影も形も見えなくなることの方が大半でございます。こうやってちょっとでも影が見えている。逆にこれちょっとレアな見た目なので、皆さんこれ良かったと思って帰っていただいて大丈夫です。あんなところに落ちてる絶対電車撮ってるやつだ。綺麗な利尻山、モンスターとかに使われているので簡単に見ることができるんですけれども、こういった姿の利尻山なかなか見ることができないので、ぜひメディアに見て帰ってください。利尻山関係ないけど前側も綺麗。おお、ほんまやな、あっちもやな。なんか利尻山は関係ない。関係ないけどあっちもいいやん。折々365日、見え方は全く異なり、同じ
立ち日は一つとしてございません。これがまた立ち日の大きな魅力の一つなんです。春になると断絶が織りなすコントラストが美しく、ゴツゴツとした力強い姿、夏になると真っ黒な平べったい印象、そして秋には山頂木々のみ雪がうっすらと積もった美しい姿、冬になると真っ白に大きく見えてまいります。その美しさは地元でも定評があり、毎日見られるものではないため、通勤途中などに見られるとちょっと嬉しい気分になれたりするものなんです。地元の方の間でも、今日は雪すごいねと同じテンションで、今日は雪降って綺麗だねなんていう風な話もよく繰り広げられております。夕日の綺麗な日には道路脇に車を止めてスマホを構えているなんていう地元の方も結構多かったりします。まさに富士のごとく地元で使われている時代なんです。さてこの先列車は稚内の市街地へと入ってまいります。ここまで最後に稚内市についてちょっとだけご紹介させていただきます。稚内市、言わずと知れた日本最北の町、人口は約3万1000人、漁業が盛んな町です。またロシア製の入港が多かったことから、町中の道路看板、青いあの道路の看板にあちこちロシア語の表記があるなんていう町なんです。このロシア語から国境を感じてみるのも稚内の楽しみ方の一つとなっております。日本最北端の岬、宗谷岬からは天気が良ければパラスポーサハリンを見ることができます。この日本最北端の岬、宗谷岬へはバスで片道50分ほどで行くことができますが、その後稚内駅で合流になりました後、宗谷岬方面に向かうバスございますが、宗谷岬に行きますと帰りの稚内方面に戻るバスございません。もしどうしても宗谷岬見てみたいという方、帰りの手段よくご検討の上お出かけください。なかなか難しい宗谷岬、ちょっと難しいなという方にはちょっと便利なおすすめスポットがございます。土砂漠岬でございます。こちら駅からバスでおよそ10分程度と大変
Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。